阿武隈川と、かぶと駅。列車の左下にトンネルが木に半分隠れて見える。便所と自転車置き場。この木が常日のトンネルそばの木である。かぶと駅周辺の様子。左上に阿武隈川に架かる、かぶと橋が見える。対岸は、宮城県。かぶと駅は、福島県立市柳川町府入にある、阿武隈急行線の駅である。無人駅。キャッチフレーズは、民話の里。 三式ホーム一面一線の地上駅である。無人駅で改札口と切符売り場はない。入り口はホーム北端東側にある。駅前の道を南にぐるりと回り込んでトンネルで線路をくぐって下に出ると小さな集落と果樹園、畑がある平地に出る。そこに水飲み場、公衆便所、自転車置き場がある。丸森線建設当初に交換設備を設置する。 予定だった場所にホームを建てたため、ホームから離れた場所まで伏線用地がある。福島県と宮城県の境界付近、阿武熊高地の丘陵地帯にあり、両岸に平地がほとんどない。駅は阿武熊川右岸の丘の斜面に位置し、下の岸に小さな集落があるだけで、周辺に人家は少ない。付近は畑と柿の果樹園が多い。国道349号が対岸を並走する。 上流側の近くにカブト橋があり、福島県道104号川前穴川線を通す。なお、2008年7月現在、周辺は、阿武熊川洪水対策のため、数県で土森による浸水対策工事が行われている。ありがとうございます。